せ。
ってバケツをもうひっくり返したような雨の量と、あとはもう水位が上がったりとかですね、あとはもうあの崖崩れがその時になんかと思ったような3箇所ぐらいですかね、崖崩れで、はい、もうここも孤立状態になっております。孤立した集落に追い打ちをかけるように、今朝村を流れる長良川が氾濫、住宅4軒が浸水しました。役場の床も水浸しに、段ボールはテーブルの上、ロッカーは台車の上に避難させました。孤立を解消する日本と村の消防局は復旧作業に当たりますが、一筋縄ではいきません。状態ということを伺っております。今のこの孤立の状況、そして復旧のめど、も
し分かればお願いします。